少しお騒がせします。ここでこれを聞いてらっしゃる皆さん、 TPP という言葉を聞いたことがニュースとかで少しはあると思います。今 TPP を批准しよう、国会で批准しようってやってるニュース、逆にアメリカの次期大統領のトランプという人がもう TPP はやらない、うちはアメリカは入らないって言ってるニュース、そういったニュースを聞いてると思います。一方で日本ではもう今週だか来週だかにもなのに TPP を協定を批准しようってやろうと今議会でやっている、そんなニュースがきっと出てると思うんですよ。でも皆さんにちょっと気がついてほしいのは、その TPP って何だろう、どういう協定なんだろう、日本にどれだけメリットがあるのかないのか、あんまりメディアでそういうの載せてないんじゃないかなと思うんですよ。決まるのか決まんないのかとか、トランプが反対してるかもとか、そんなニュースばかりで、日本が今それでも批准しようとしている TPP が何なのか、ほとんど知られてないまま進んでるんじゃないでしょうか。ネットとかを見れば TPP ってどういうもんなのかもう少し分かってくると思います。気になる方にぜひ見てほしいと思います。その中には ISDS 条項という日本の憲法よりも上に立つ強制力のある条項が入っていたりします。入ってしまったらもう後から抜けるということができないラチェット条項という条項もあります。慌てて入ってしまったらどういうことになるか、とっても不安があるままなのに、メディアでは可決できるかどうか、来週どうなるか、そんなニュースばかりが多いんじゃないでしょうか。どうかネットとかで TPP って何なのか、トランプ次期大統領が反対してるけどじゃあその後大丈夫なのか、そんなのを調べてほしいなと思います。もしこれを聞いた皆さん、 TPP ってそういや内紙なんだろうな、どういうことなんだろう、ちょっと気になった方ぜひ調べてみてほしいと思います。危険な罠が潜んでるんじゃないかっていうことを知れば知るほど分かってくると思います。よろしくお願いします。